高齢者とは私のことです。自分のこの4年間を振り返ってみましょう。定年退職をしていくつか少しアルバイトをして現在67歳。最後ドラッグストアのレジのアルバイトを3ヶ月で辞めてフランスへ向かった。帰ってきたら例のコロナ騒動が始まっていた。後で考えてみればパリに行ける最後のチャンスであった。コロナであっても一人でキャンプ行くのは問題ないだろう。ソロキャンプは寂しいがなぜかブームになっていた。京都なども今と違ってガラガラであった。最高だった。渋野日向子にも会うことができた。ブリヂストンレディース予選落ちでしたが、後ろにいる青シャツが私です。なんせ渋野が頑張ってくれないとこのチャンネルはおしまいになっちゃいます。何か趣味を持っていなければならないと油絵を描いたりカメラを買ったりして暇を潰していました。カメラを持つとやっぱり旅に出たくなりますね。会員なのでこれを使わない手はない。今まで北海道6日間など使いました。コロナなど気にしている場合ではなかった。世界遺産平泉金色堂、姫路城、厳島神社、御前、五箇山、愛の蔵、立山、室堂、山寺、立石寺、天の橋立、丹後半島、伊根町。北陸も4日間旅した。流行り病の中でふざけるなという旅三昧でした。日本三景松島も行きました。写真忘れちゃった。全員マスクしてやっと出かけられた時代、それが終わって
今は観光地は外国人に乗っ取られている。行けるような状態ではなくなっている。オーバーツーリズム。バカな。そんなバカな。